戸沢正美は、出羽新城藩の第11代藩主。天保3年うるう11月17日、第10代藩主、正則の長男として生まれる。天保14年に、父が江戸にて死去したため家督を継ぐが、幼少であったために、隠居していた祖父の第9代藩主、正種の補佐を受けた。正種の死後は、母親の桃霊院が補佐したと伝わる。 高下三年からは、加納の吉高影湯によって、反省改革が行われた。慶応四年の母親戦争では、はじめ、新政府軍に協力したが、省内藩に敗れて、奥越列藩同盟に参加することとなり、新政府軍と敵対することになった。一時は、省内藩と協力して、新政府軍を圧倒したが、間もなく、反撃にあった際に、新城藩は勝手に戦線を離脱し、 同盟軍配送の一員を作った。これに激怒した省内藩は、新城藩を敵とみなして、新城城を攻め落とした。この時、新城の城下町は、海人とかし、正さら藩主一族や、藩主らは命からがら、久保田藩に落ち延びた。以後、新城藩は新政府軍が反撃するまでの70日間、省内藩によって占領された。この新庄藩の基本的に、 新政府方としての動向は、薩摩藩島付出身であった桃霊院の影響が大きいと推測される。当初は新政府方を離脱したとして、裏切りを問われたが、薩摩藩の大山角之助を通じて釈明し、許された。明治2年6月2日、戦線離脱によって、新政府軍優位を作り出した功績を称されて、1万5000国を加増された。同年六月には、 半赤奉還により、新城半知事となった。城は消失していたため、城下の時和町の別邸に住んだが、明治3年8月、新城城の仮復旧がなり、成長と地藩寺屋敷が城内に戻った。明治4年7月の廃藩地検によって、地藩寺職を免職となり、8月には東京に移住した。百八十四年七月八日、死者に除諾された。 明治29年8月16日に死去した、去年65、ありがとうございます。